中原高栗碑中原高栗碑は、1978年に大韓民国中西北道中原郡中央東面、立田里で発見された遺跡である。1979年になって5世紀前半の高栗の遺跡であることが判明し、後に韓国の国宝第205号に指定された。 高さ2.03メートル、幅0.55メートルの自然石を用いた石柱であり、黒地面を研磨した後に四面に黒字されたもので、あるが、摩耗が激しい後面及び右面は、反読不能な状態となっている。コウクリとシラギとの関係を兄弟になぞらえながらも、コウクリを大王として、シラギ王を遠いのにしきと位置づけている。また、コウクリがぬ、 西木以下の艦に衣服を貸ししたことや、白木領内で300人を挑発して、高栗軍艦の指揮下に置いたことも記され、朝鮮半島内に勢力を拡大した長寿王の時代、高栗が白木を従属させていたことを示す資料である。414年に建てられた、高海道碑は純粋な中国指揮官文で書かれているのに対し、中原高栗碑は、 征服地の白木の民に読ませるために白木語の制約を受けた表記法になっていると説明される。6世紀の白木による迎え火、冷水火や打つ鎮を取りつぼ石文が同様に白木語的な漢文になっていることと合わせ、白木では漢字を用し使用していたが、漢文表記については自国語に適した表記に改めて用いていたものと推察されている。 ぬニ式の表現は1988年に発見された、白らの打つ地王と立つ石いにおいても確認され、白らの固有の君主号と思われる。ありがとうございます。